ラッキーナインはアイルランドで生産された香港の競争馬。主な勝チクに2011年香港スプリント、2013年2014年クリス・フライヤー・インターナショナルスプリントなど国際重賞4勝。アイルランド時代の競争馬名はラック・オア・デザイン。デビュー前からすでに虚勢され、地元アイルランドにて競争馬デビューを果たし、参戦1勝の成績を残し、 香港へと移籍する。また移籍に伴い競争場名が、ラッキーナインへと変更された。移籍後、第3班にクラス分けされた、ラッキーナインは順調に勝ち進み6月には、イーグルズネストハンデキャップを勝ち、第1班へと昇級。昇級後もクラスの壁に詰まることなく10月には、ナショナルデイカップを優勝、重賞タイトルを獲得した。2011年1月には、 香港クラシックマイルを制止二つ目の重常制覇を遂げるなど短距離戦線を賑わせる有力馬として活躍を続ける。秋には日本への遠征も行われ、セントールステークス2着、スプリンターズステークス5着と日本の芝コースへの大王ぶりも除かせ、さらに帰国後の初戦となる香港スプリントを僅差で競り勝ち、国際グレード競争優勝も記録している。 昨季に続く日本遠征に加え、ドバイミーティングへの出走も行われ、ドバイゴールデン社ン3着という結果を残す。また国内においてもクイーンズシルバージュビリーカップを制したほか、11月のジョッキークラブスプリントを勝ち、2つ目の国際グレードレース勝利を遂げた。連覇がかかった12月の香港スプリントは5着に終わる。センテナリースプリントカップは5着だったが、 続くチェアマンズスプリントプライズを勝利する。その後クイーンズシルバージュビリーカップは4着、スプリントカップは7着だったが、シンガポールに遠征し5月のクリスフライヤーインターナショナルスプリントを制した。その後参戦するが未勝利に終わる。チェアマンズスプリントプライズを連覇する。その後クイーンズシルバージュビリーカップは5着、スプリントカップは2着だったが、シンガポールに遠征し5月の クリス・フライヤー・インターナショナル・スプリントを連覇した。その後は勝ちきれないレースが続き2015年12月の香港スプリントを最後に現役を引退した。香港のラッキーナインが現役引退ホースナビ2016年3月24日閲覧。ありがとうございます。